空冷エンジンは、その冷却を、もっぱら空冷によって行っているエンジン。いくつかの分類があるが、ここでは、自然空冷と強制空冷という分類について述べる。自然空冷式、自然空冷式エンジンの、オートバイシリンダー外部に取り付けられた冷却フィンに、外気が当たることによって冷却される。構造を、軽量、簡易化できることから、オートバイの一部など、発熱を、 走行風による冷却のみで発散可能と想定される場合など、そもそもの前提として、ビークル等のエンジンに関して、もっぱら分類として考慮されるものである。カウリング等のカバーで覆われていないオートバイに、古くから利用されている、強制空冷式強制空冷式エンジンのオートバイエンジン動力で冷却ファンを常時駆動し、外気をエンジンの冷却フィンに当てることで、 冷却効率を高める方式。多くの場合、エンジンのシリンダーヘッド周囲の冷却フィン周りをシルベ風板で包み、ここに送風ファンで外気を押し込むか、排気ファンで加熱した空気を吸い出すことで強制的に冷却する。自然空冷式よりも複雑な構造となるが、エンジン回転中である限り常に強制冷却が行われる長所がある。自然空冷にすると、 もっぱら自然風と対流頼みとなってしまうような、農業動力、携帯発電機その他多種の低地位エンジンでも、こちらの方式とする、乗り物類でもエンジンルームの通風があまり良くない場合や、乗用車が一般道を走る場合のように、頻繁に移動が止まるといったような要素が考慮される。かつての多くの自動車や、現在では、原付きスクーター等に利用されている。 強制空冷の強化によって水冷が遅かった自動車の例としては、ポルシェ911シリーズなどは、車体後部に空冷エンジンを乗せ、大きな軸流ファンで強制的に冷却した。また、日本国内の1970年代前半以前の軽自動車には、2ストロークの強制空冷式エンジンを乗せているモデルが少なくなかったが、これらは、スクーター等と同様に、 シロッコファンを用いる事例が多かった。空冷エンジンの特徴として、水冷エンジンに比べ構造が簡単でコストが安いため、二輪車には昔から多く普及している。その反面、空冷式はエンジン表面を流れる空気が冷却のようになるため、風を受けていない状態が続くと熱だれやオーバーヒートの可能性がある。エンジンオイルも重要な冷却要素となり、 両者の冷却バランスを図ることで、初めて安定した性能のエンジンとなる。自動車用では、冷感時と温間時、軽負荷時と高負荷時などの運転状況の変化に対して、全域での燃焼管理が難しく、排出ガス規制への対応が非常に難しい。さらに、温度変化の幅の大きさは、シリンダー、ピストン間の熱膨張によるゆとりや新エンドの変化にまで及ぶため、 それなりの設計と対策が必要となり、高性能化には多くのコストがかかる。燃料の持つエネルギーをヒーターなどで有効利用できないため、その分は損失となる。空冷エンジンは熱を発散する表面積を増やすためにシリンダーおよびシリンダーヘッドに蛇腹状のフィンがついている。そのため、体積と表面積のバランスから大排気量では、冷却ファンを含めたスペース面で、 空冷エンジンは不利で、小型エンジンの方が適している。これらの総合的な特性から、強制空冷方式は、比較的小排気量の汎用エンジンにおいて、引き続き主流の技術として用いられている。環境対策面から4ストローク式が一般的であるが、小型軽量で連続高回転、高負荷稼働を強いられる刈払機、チェーンソー等の動力に用いられる汎用エンジンは、 熱効率や騒音、排気ガス問題を、ある程度度外視しても小型であることを最優先する必要があるため、未だ強制空冷式にストロークエンジンが主流である。自動車用では一時は、強制空冷式が流星を誇ったものの、騒音や排気ガス対策問題に代表される時代の流れに対応できず、20世紀末期までに、マイクロカー以外ではほぼ姿を消した。二輪車においては、 自然空冷、強制空冷とも2010年代でも相当な比率を占めるが極小の 50cc クラスに水冷モデルが出現するなどやはり環境対策問題から市場情勢にも変動が生じている。水冷同様ガソリンエンジンとディーゼルエンジンとが存在する。空冷ディーゼルエンジンは戦車や軍用車両とその民生用などの一部に限られるがガソリンエンジンは 第二次世界大戦後ブームとなったこともあり、数多くの採用例が存在する。アメリカでは主流とならなかったが、1902年創業のフランクリン社は1934年まで空冷エンジン自動車を生産したことで知られている。創業者はダイキャストという言葉を作り、それ以前にはダイキャスト事業を行っていたハーバート・フランクリンである。不当駅の登場までは、 寒冷となる地域では、コールドスタート性能に優れた空冷エンジンが大きな優位性を持っており、いかなる天候時でも車に乗る必要があった医者の往診用車両として徴用された。1905年には、直列6気筒エンジンも製作している。ヨーロッパでは、1924年から空冷エンジン車を手掛けるようになった、チェコのタトラの影響が大きく、その後、フォルクスワーゲンタイプ1、 タイプ2やポルシェ356が、リアエンジンと、空冷エンジン方式を採用した。さらにフォルクスワーゲンの成功からフォロワーが多く現れ、一時は、GM やトヨタさえもが手掛けるなど、第二次世界大戦後の大衆車では、リアエンジンと並び、空冷エンジンは流行の機構構成となった。またリアエンジン以外では、フランスのパナールやシトロエンが1940年代後期以降、 FF との組み合わせで水平対抗エンジンを全車軸前方にオーバーハングさせるレイアウトを小型車に採用している。各メーカーとも簡単な構造で低コストである空冷のメリットを生かすべく駆動方式は RR か FF が一般的であり GM も無理をしてその流行に乗ったほどであった。トヨタは等速ジョイントの信頼性への不安及び 操縦安定性への不安から FF 化及び RR 化に非常に慎重であり、初代パブリカとその派生者であるスポーツ800ミニエースを FR レイアウトとして発売した。また、三菱自動車工業も三菱360や初代三菱ミニカにおいて、カタツムリに似たシュラウドで完全にエンジンを追い、白っ子ファンで強制冷却を行う。 ME24 型にストロークエンジンを採用し、FR レイアウトで販売した自動車用エンジンとして用いられる空冷エンジンは、オートサンンなどのオートバイから派生した車種を除いては、大型のファンやブロワーファンによりシリンダーを冷却することが多く、強制空冷式という形式名で表記されることがある。強制空冷式エンジンは、比較的単純な構成では、従来型の露出した シリンダー冷却フィンにファンの風を当てるのみで済ませられることもあったが次第に大型のシュラードなどでエンジン全体を覆う方式が主流となりシリンダーの冷却フィンは外部には見えないようになっていった日本の三百六十 c c にストロークエンジンの軽自動車においては軽金属製のケーシングで完全にシリンダー全体を覆ってしまうデザインを取るものも多くこうした強制空冷エンジンは 今日のオートバイ用空冷エンジンを見慣れた人間からは、一見して空冷エンジンのように見えない外見を持つ者も,も多い。なお、この形式に徹底して関わり続けたのが、ホンダ総一郎が設計に携わっていた時代のホンダ技研であり、ホンダ総一郎は、社内の若手技術者の反対を押し切る形で、ホンダ1300に、 強制空冷式の手法を極限まで推し進めたダックを採用したが、このエンジンは空冷でありながら、極めて重量が重い失敗作となり、ホンダ1300の水冷化とともに、ホンダ総一郎は設計の第一線から退くことにもなった。自動車における空冷エンジンの弱点は、エンジンのみで快適なヒーターを実現することが不可能なことである。エキゾーストマニホールド部に、 ヒートエクスチェンジャーを設ける方法が一般的であったが、熱量の少なさや輸出、さらに排気漏れによる一酸化炭素中毒の問題などがあり、後付けの燃焼式ヒーターも用意されたが、外気導入で暖かいフレッシュエアを大量に供給できる水冷エンジンの温水式ヒーターに比べると、快適性では大きな隔たりがあることは、間違いなく販売上では大きなマイナスとなった。 またエンジンの温度が大きく変化し、シリンダ壁面の熱制御が困難なために、排出ガス規制への対応が難しい。日本の空冷エンジン搭載車は、登録車では1975年12月に、販売を終了したトヨタミニエース、軽自動車では1977年7月に、販売を終了した、ホンダ TN7 がそれぞれ最後となったが、その主な理由も、 昭和50年排出ガス規制を達成することができないためというものであった。騒音に関しても、水冷と比較すると非常に不利で、冷却ファンの風切り音やシリンダーフィンの共鳴、また、ウォータージャケットを持たないことなどで大きくなる傾向にある。このためタトラの一部を除いて高級車で空冷エンジンを採用した車両はない。空冷の代名詞でもあったポルシェのタイプ993が、 通過騒音規制をクリアすることができないことを理由に1998年に、またメキシコ生産のフォルクスワーゲンタイプ1も、ハイガス規制に適合できず2003年に、それぞれ1970年前後より、各国の軍隊を中心に納入された、シュタヤダイムラープフのピンツガウアーは、2.5リッターの空冷式ガソリンエンジンを搭載していた。 プッシュロット式オフのアルミ製直列4気筒エンジンはピンツガウアーのために設計された専用のエンジンでシリンダーはほぼ水平に寝かされている。1980年代にフォルクスワーゲン製水冷ディーゼルターボエンジンが搭載され空冷エンジン搭載モデルは生産を終了した。モータースポーツではツーリングカーレースでは1970年代までは乗用車同様に 空冷エンジン搭載者が参戦する例が多く見られ、現在でもポルシェ911の空冷エンジン使用者などがアマチュアレースなどに参戦している。一方で純粋なレーシングカーの世界では空冷エンジン搭載者は非常に少なく空冷エンジンを得意とするポルシェ以外ではホンダ RA302 など数えるほどの採用例があるのみである。高度に進化した現代の自動車においては 水漏れの心配がないこと以外に、空冷エンジンを採用するメリットはないが、旧車など、趣味の世界では、空冷エンジン独特の冷却反応等を好む、愛好家は多く、その希少性からも依然として根強い人気がある。航空用エンジンは、その誕生期から20世紀半ばまでは、プロペラを、レシプロエンジンによって駆動する構成が主流であった。特に航空機では、その使用環境から、 冷却風が潤沢に得られるため空冷エンジンに適しており、さらに構造が相対的に単純なため重量が軽減され生産が容易で整備性に優れ故障率が低くなることなどが航空機用として大きな長所となるため空冷エンジンが普及した。第二次世界大戦当時に採用された空冷エンジンの多くは冷却用流入空気にシリンダーを効率的にさらす。 ことのできる星型エンジンであった。その反面、航空機特有の問題点として、空気抵抗の増加が欠点となる。空気抵抗の増加は、特に星型エンジンとした場合に、機体の直径あるいは断面積が大きくなり、問題となった。また、大気が希薄な高高度では、冷却効果が低下し、航空での冷却効率を上げるため、冷却技の流入を最優先に設計すると、 低空での空気抵抗が課題となるという矛盾も抱えていた。以上のような一般的な技術的理由のほかに、特にプロペラ軍用機向けのエンジンの選択には、各国なりの理由が反映されていた。第二次世界大戦当時の日本では空冷エンジンが主流となっていた。例外として、評価の高いダイムラーベンツ社製液冷エンジンのライセンス生産によって水冷エンジンを生産した。 日本において空冷エンジンが主流となっていた理由として水冷エンジンの生産に必要な工業水準を確立していなかった点が大きい。また、戦時下の日本では資源的制約が慢性的に起きており安定して生産することもできなかった。雷電は機体設計の制約で空気流入量が減少するため対策として冷却ファンを搭載した。一方、 イギリスやドイツでは、液冷エンジンが主流であった。ただし、航空機の大量生産が必要な戦時中において、液冷エンジンの構造に起因する生産性の悪さは問題視されており、構造が単純な空冷エンジンの方が生産は容易であったため、液冷エンジン搭載機の不足を補うために、空冷エンジン搭載機が生産された。ただ、両国の対応は異なっており、ドイツはその理由通り、 不足分を補うために、フォッケウルフ FW190 戦闘機が生み出され、事実上の主力戦闘機として活躍した。イギリスは、戦闘機への液霊エンジンの供給量を増やすため、アブロランカスター爆撃機などのいくつかの機種で、空霊エンジン乾燥系を生産しようとしたが、それを取り掛かる頃になって、液霊エンジンの供給不足が解消したため、空霊型は少量生産のみで打ち切っており、 空冷型が主流になることはなかった。アメリカは日本同様に空冷エンジンが主流であった。戦闘機ではグラマン海6海やリッパブリック P-47 などが代表例である。特にボーイング B-29 をはじめとする爆撃機や輸送機はすべてが空冷エンジンであった。この理由として液冷エンジンは冷却系に機銃弾を受けると脆い一面があるため、 海上の巡航や戦闘が多く不時着が難しい海軍機や長距離重爆撃機でワタフネスを重視して空冷エンジンを採用したとの指摘もある。アメリカの戦闘機にも液冷エンジン搭載機があったもののベル p 十九やカーチス p 四十などはいずれも平凡な性能であった。ただこれはハイキタービン化球機やスーパーチャージャーの性能に左右された結果であり、実際 前者を積んだ P-39 試作機は当時としては高性能な部類に入っているが軍の方針により下級機を排した機体を標準仕様としたため平凡な性能になってしまったという権威がある。また水冷エンジンを搭載したアメリカ軍機でもノースアメリカン P-51 といった第二次世界大戦の最優秀機や傑作機と呼ばれた例外もある。 極寒冷地が主な飛行地域である航空機の中にはソ連の I-15、I-16 などのようにオーバークールを防止するためカウリング前面にシャッターを設けたものもあった。また多くの機体にはカウリング後方に冷却調節用のカウルフラップが設けられている。なお、第二次世界大戦の後は軽量、高出力というパワーウェイトレシオに優れた。 ジェットエンジンが主流となり、空冷、液冷の別なく、レシプロエンジンは主流から外れている。現在は、ライカミングエンジンズや、コンチネンタルモータースが、軽飛行機、小型ヘリコプター用として100から300馬力の水平対抗エンジンを製造しているのみで、かつてのような大馬力エンジンの開発は行われていない。ロータックスやソロ車が、ウルトラライトプレーンや、 モーターグライダー用として100馬力以下の軽量エンジンを製造している。特殊用途であるが、速度を競うレーサーとして、未だにレシプロ機は用いられているが、既存機の改造がほとんどであり、新造機は少ない。この分野では、空冷エンジンを搭載する、回8回改造のレアベアが、時速 850km のレシプロ機の速度記録を保有している。オートバイは、ほとんどが、 ガソリンエンジンであり、2ストロークおよび4ストロークの両方式において、以前はほとんど全ての車種が空冷であった。これは、エンジンが車体に覆われていて、直接走行風が当たらずに冷却があまり見込めない自動車と違い、オートバイはエンジンがほぼむき出しの状態の場合が多いことが大きな理由である。むき出しであれば特に工夫しなくとも、エンジンに走行風が当たり、 冷却が期待できる。また、排気量あたりの出力比が、それほど高くなかった時代には、エンジンの発熱量も少なく、わざわざ水冷化しなくても冷却が十分に間に合って、いたからでもある。さらに、オートバイ用エンジンを水冷化するには、ウォーターポンプやラジエーターといった、冷却系を小型軽量化する必要もあり。 オートバイ用エンジンにおいては水冷化の普及に製造技術の進歩が待たれる状況もあった。やがてエンジン製造技術が進歩すると排気量あたりの出力比が上がってエンジンの発熱量も多くなっていき空冷では冷却しきれなくなっていく。また、車体にカウルが取り付けられたり走行風が通り抜けるために必要なエンジンと車体の隙間が少なくなったりと。 走行風による自然冷却があまり期待できなくなる要因もあり、競技用車や高性能車を中心に徐々に水冷化していくようになる。だが、オートバイの場合には自動車ほど急激に水冷化が普及することはなかった。これには市場の大きさの違いとオートバイの持つ趣味性が多分に影響している。エンジン製造技術の進歩によりオートバイ用エンジンを水冷化するのは 技術的には難しくなくなったが、その反面、水冷エンジンを開発及び製造するには、それなりのコストを要する。市場が自動車ほど大きくなく車種あたりの販売数が少ないオートバイでは、このコストが車両販売価格が上がる大きな要因の一つになった。そのために、それほど高性能が要求されず、コストが重視される車種、例えば、原付きスクーターや、 スーパーカブのようなビジネス車では、水冷化が見送られて、空冷エンジンを採用する場合が多かった。また、自動車に比べて、水冷エンジンの普及が遅れたせいもあってか、オートバイというと冷却フィンがある、空冷エンジンの印象が強いという消費者側の心理もあり、それほど高性能を要求せずに、外観や空冷エンジン独特の味わいを重視するような車種、例えば、クルーザータイプや、 ネイキッドタイプで空冷エンジンが採用されやすかった。しかし近年では自動車排出ガス規制や騒音規制法等の環境規制の強化で空冷エンジンでは規制に対応することが難しくなってきている。特に運転免許の区分等で排気量の上限が決められている原動機付自転車、小型自動二輪車、普通自動二輪車といった中小排気量クラスでは 環境規制に対応して落ち込んだ出力を排気量を拡大して補うという方法を取るのが難しいためにより環境規制に対応しやすい水冷エンジンの採用が徐々に増える傾向にある。だが一方で排気量に特に上限のない大型自動二輪車と呼ばれる大排気量クラスでは前述のように環境規制に対応して落ち込んだ出力を 排気量の拡大で補う方法が取れるせいもあって、現在でも空冷エンジンを採用する例が少なくない。そのために大型自動二輪車クラスを主に製造販売しているメーカー。例えばハーレーダビットソン、ルカティ、モトグッチ、BMW 等では、現在でも高性能を歌いながら空冷エンジンを採用する車種を製造販売している。なお、日本国内メーカーのホンダ。 ヤマハ、スズキ、川崎でも、空冷エンジン採用の車種を少ないながら、現在も販売している。ありがとうございます。